バナナのお姉さん、ここ入りたいんすけど。ダメでーす。なんでですか、ここに入らなきゃ本編始まんないんすけど。あーはーん。いやあーはーん。じゃなくて、本編が、半編が、始まらないのよ。田島のパイナポー。言ってないわそんなこと。おう、あなたは、この先に、進みますか。進みたいですよ、ここ近所から5分のとこだし。Do you like cartoon mouse? Yes, フレッシュジュースis my grandmother。ピーチパインオブジェクションマッピングオムニバスにこごりキルユー。なんで殺されなあかんねん。初動画がこれか、よも末だなおい。だそうです、きっと素敵なゲームなんでしょうね。おお、かわいいですね。3番目何？で、実はダナすでに試しプレイをしてしまいました。てへ。なのでスタート地点の後ろにウサギがいることも知ってます。このウサギの動きは何なんだろうな。助ける身にもなってくれよ。踊ってる場合じゃないんだぞ。見ての通り迷路っぽい感じになってます。迷うこと。さながら人生を表してるといったところか。違うんだな。よくわかったよ。わかったっつってんだろ。悪かったな、適当なこと言って。トラックは歩道を走りなさいよ、道路は豚のものよ。すげえこと言い出したぞこの子。よはまさに大家畜時代なのよ。何ピースだよ。私のありったけのローンをそこに置いてきた。欲しけりゃくれてやる。払っとけ。うん、自分で払おうか、ルークちゃん。よし、今度こそ仲良くなろう。なんでだろう、嫌な予感しかしない。さっきの反省を込めてこの子たちと仲良しになりたいんだよ、私は。って言ってる割に荒ぶってんだけど、まずはあそこの箱に挨拶しないとね。ほわあ、やると思ったわ。まあコイン取れたからいいんだけどな。そしてその流れのまま海へと向かっていくスタイル。トロリもあるよ。確認にでもされたのかな。おはようございまーす。恋する宇宙飛行士、白霊霊夢と申します。いっけない。下国下国。学校遅れちゃうよー。先生に怒られるし、サトシくんがタカシくんになっちゃう。Z 世代は存在転換しがちだもん。寝れん、寝れたもんじゃねえ。このままだとうちなるタックンが解放されちまうぜ。何言ってんだこのガキ。そんなタックンの鳴き声が、彼を次の段階へと進めてしまいました。っていうか、クソ怖いな見た目。ループのやつどこで頑張ってんだよ。もはやヨーロッパ系のジジイかこれ。SCP、こんだけ人気あるのにフリー素材充実してないことへの憎しみを込めて子供を覗き込む。いやほんとそれなんだけど、その憎しみを子供に向けるなや。レッドカラーもご用意いたしました。さすが。太っ腹&腫れ乳首。腫れてねえわ。で、結局あれだろ、例のごとくある文章を音読したら、ループにはまるやつだろ。うん、その通りだよね。それが全てと言っても過言ではない。一応オリジナル版の文章も振り返っておこう。明石家柳、黄色の鳥よ。草はみねはみ、経営をのおうばせ。あ、そうれ。経営をのおうばせ。あ、よいしょ。経営をのおうばせ。ちょ待って、今回ふざけすぎじゃない？今更すぎない。画面がうるさいのよ、いろんな意味で。なんだか一気に部屋が広くなった気がする。うん、キャラの濃ゆい二人が帰ったからな。そう感じるよな、まあ。自由に動けるのはいいけど、僕は誰かの興味を引きたい系オブジェだから、少し寂しくも感じちゃうな。え、そうなんだ。てっきりあんま触れて欲しくない系とばかり思ってたぜ。それはほら、本家世界線っていうか、未来の僕っていうか、まあ過去の時点では、お仕事中の職員が瞬きした隙にパソコンの上に移動してみたりしてたんだよね。あと、外に出たいアピールで職員さんを窓がある方向に向けたりとかね。で、窓がねー。何このお手本中のお手本のようなネタの流れ。どうなってやがる。窓がねえ部屋なんてルートライスのないカレーライスじゃねえか。それはもうまごうことなきただの皿なんだよな。ショックすぎてもうこうなっちゃうわこれ。いやそうはならんやろ。なっとるやろがい。で、このスマイルルーム、食べた人間を自分の仲間にすることができます。まあ食べる、というより取り込んで寄生してるのでしょう。で、その寄生された人間は、スマイルルームホストという存在になります。ノーンで、ノーンでノーンでー。ふうふう。ノーンで。飲んで飲んでー。ふうふう。このホストではありません。そしてこのスマイルルームホスト、主であるスマイルルームと感覚を共有しておりまして、確保このホスピタルクリーチャー、悪意に満ちた存在でして、人を狩りの対象としているのです。アイムバナナ。そっか？マリちゃんは人間じゃないからセーフだね。ってそういう話をしてるんじゃないんですよ。ヌンジュルンジュンジュル。バナナ特有の言語やめてもらっていいすか？でもさでもさ、廃病院に行かなければ安全ってことじゃん。辛めのコチュジャン。美味しいじゃん。いや関係ないじゃん。ってことでまず最初はこのクリーチャー。ヒュージティブです。数少ない割と可愛い系のクリーチャーだったよな。でもマリちゃんの可愛さにはかなわないね。えへへへ。調子のんなハゲバナナ。は、ハゲてございませぬ。直訳すると逃亡者。顔は丸っこく黒い瞳を持ちはわなさげ。そう、錦鯉の長谷川さんですね。おいこらヒュージティブどこ行った。私のズボンが食っちまった。どこぞのスモーカーだよ。じゃなくてだな。逃亡者というからには何かから逃げてるわけだろ。私は現実から逃げてるよ。知らんわ。
通過直視せよ。その時僕はこう言ったんだ。お尻から3日目のカレーが出たよ。さすが彫刻先生、素晴らしい文章力だわ。キュチュムももうえ、ママンの似顔絵を描きたいですって。キュム、描かせてほしい。いいよ、可愛く描いてね。そういやっさ、めちゃくちゃお仏やん。ここからは、より詳細な見た目の特徴、と言ってもあんま言うことないけど、についてお話ししていきたいと思います。この、スマイリングオールというクリーチャー、言ってしまえば、でかい口のついたフクロウ、というか、顔に口しかないフクロウです。体の部分に関しては普通なのですが、顔は、いやに人間的な口だけで構成されてます。スマイリングとつくクリーチャー名と、ガチャガチャっとした、その歯並びは、どことなくスマイルルームを彷彿とさせます。羽の色は茶色や白、青っぽいものと様々、色による個体差などはない模様です。総じて基本、いつもニカニカ笑ってます。幸せそうで何よりだよ。どちくしょうめが、ワイは割と真剣な顔してるで。じゃあ君はスマイリング失格ね。なんか腹立つな、失格って。そんなことより君の持つ能力をさ、画面の前のリスナー様に教えてよ。仕方ないな、教えるよ。もう教えてくれるんですか。一人で何してんすか、あなた。全然覚えられへん。もう一回よろ。車の部品の詰め合わせやクレヨンの箱、使用済み注射器や一部が燃えた紙、生きてるネズミに謎の硬直ネズミ、そして靴紐と小銭と人毛の束です。あれ、霊夢ちゃんどこ行ったん。どこにも行っとらんがな。まあなんとなく同じホームいとくわ。多分今すごい異様な光景だよこれ。定常的に産卵を行うのも特徴で、生涯で50万個もの卵を産むとされています。ゾワゾワの極みですわ。ふふ、まあ想像ありなさんな。小さな卵なんて、フケと同じやよさ。シパーってね。こう、串通せば、一発なんとちゃいまっか。ダメだ。それだけはやっちゃダメなんだ。マリちゃ、私はこっちだぞ。串を通したり、その他の美容プロセスは、この毛虫眉毛どもを刺激しちまう。最低限、身だしなみを整える行為、これすら刺激となり、より多く卵を産む。でも、その全てが必ず孵化するの？最後には、眉毛に大分ってことだったし、移動失敗とかでだいぶ淘汰されそうだけどね。ほう、なかなか感が鋭いな霊夢ち。君はあれか？頭がおかしいんか？おっしゃる通りで、大概は短命に終わる。人体の適切な部位にたどり着けず、孵化まで生き残るのは、ごく少数だ。ねえ。これどういう状況？適切な位置にいなきゃダメなんだよ。今のあんたも大概よ。この不審者どもが、そもそも、推定 5.42 メートルって、小柄じゃないやん。みんな大好き。チェ、本マンよりでかいやん。などと、多少突っ込み散らかしたくなりますが、トレバー系クリーチャーはサイズ感が変動しがち。この方たちも、きっとそうなのだと諦めましょう。次に、こちらの画像をご覧いただきたく候。実は、この、ピースミールマンゴ1個売ったら、錆びた、手のこぎりを装備して、我々の前に現れます。ただでさえ不審なのに、さらに不審です。この不審者どもが、ふふ、ピンセットって便利よね。鼻毛を抜くこともできるし、耳毛も抜ける。なんなら、眉毛だって、抜き散らかせるのよね。霊夢ちゃん、おけっけ抜きすぎとちゃうか？おーん、やんのかこらー。どうして喧嘩腰なんだろうか。マリちゃん、これはもしやすると、虫の知らせってやつじゃないのかい。霊夢ちゃん、それ、後々説明する部分だから、まだ、言っちゃダメなやつだった？その発生と、ほぼ同時刻に亡くなった人物の遺伝子をなぜか持った、甲虫の死骸。この店舗についていけない人向けに、同じことを説明し直してるマリちゃん。その起源は不明で、なぜか、死骸しか確認できていない。かつ、日本全国、いつでも出現するらしい。一体全体これは何なんだ？一旦アイキャッチでーす。君が今、ピクルスだと思ってる。それだって、本当はナメクジなのかもしれないのよ。ゾワゾワするオブジェクトやんねえ。マリちゃん、ここは逆転の発想よ。いっそ最初からナメクジを食べようぜ。全力でお断りします。